今日のお昼、餃子なんですけど、餃子、冷凍餃子なんですけど、なんつうんだろうな、コープの餃子です。餃子のパリッっていう ASMR は取りたくて まずまあ餃子を焼かないとな。餃子やります。ではやりましょう。こんな感じで、これって火つけてからやるのかな。蓋をして蒸し焼き、油は不使用、凍ったまま。では置いていきたいと思います。こんなに食べられないから。6個ぐらい食べられるかな。なんか普通に。どうすかな。なんか。ああ、でもな、普通に4つだけにしようかな。こんな感じにしようかな。このぐらい？ 5 つにしようかな。あと1個ぐらいはいけるかな。じゃあ一時停止にします。何ですか、トロボさん。チュール。こんな感じ。できてる。あとは。水分を飛ばすみたいな。ちょっと焦げ大丈夫かな。羽根付き餃子が出来上がります。
ちょっと中火にしました。ただ餃子を焼いてるだけの音が。毎度毎度地味。地味すぎるよ。
なにキャラさん。お、いい感じ。もう終わろうかな。おお、すごいいい感じの羽が。よし。キャラさん。キャラさん、なに、お水？君はいつも人がなんかやっとった君にゃーにゃー泣くよな。何なんですか？できました。ちょっと焦げたかな。うん、よし。うん、餃子です。うん、適当に作った冷凍餃子。本当はね、餃子手作りしたいんだけど、このぐらいにしかできませんでした。うん、ASMR 撮っていきたいと思います。うん、ラー油と塩コショウで食べます。うん、ランジョーマット。できました。はい、こんな感じです。いただきます。うん。うん。羽付き餃子です。私は塩コショウとラー油で食べるのが好きです。こうやってかけて、あとお酢もあればいいんですけど、お酢が切れてまして。うん、お酢あるかもしれないから探してきてみます。お酢欲しいよね。うん、やっぱりお酢切れてました。うん、あ、なんか三脚が。うん、ちょっと隠してきます。こっちの方に隠せばいいね。お酢欲しいな。買っとけばよかった。うん、疲れた。よいしょ。ん？
いただきます。私のお昼。どうぞ。熱くて食べられないかもしれないけど。よし。どうやって食べようかな。ちょっと定規悪いけどカメラが。おいしい。七味もかけます。やっぱり七味欲しいよね。おいしい、おいしい、おいしい。レタス。トマトがうまい。作るのは時間かかったけど、食べるのは一瞬で終わりました。ごちそうさまでした。
美味しかった。なんかあれですよね、作るのが秒で終わって食べるのをゆっくりしたいですよね。作るの徐々に面倒くさくなりますもんね。美味しかったです。今日の私のお昼でした。餃子。退屈ですね。終わります。バイね。食った食った。今日もお昼、作るだけで1時間かかってしまって、ただいま1時39分です。よかった。バイね。何の変哲もないお昼でした。動画としてつまらない。ああ。バイバイ。餃子焼きます。餃子。ちょっとこう後ろにした方がいいかな。はい。弱火で焼いていきます。冷凍餃子。まあこのまんま放置します。いい感じに出来上がるまで、アイスでも食べようかな。出来るまでアイス食べます。なかなか溶けんね。まあ焼き上がばかりだけど、
困ったのは寝ますね。おむつ買ってきてあげるからね。そういうことさ、今日風があって寒いからね、捨ててってもらえなかったね。まだ休み行こうね。お家で、どんな感じかな？見えるけどさ。
ま油あるかな。うん、全部なくなっちゃった。
ちょうどいい感じに焼き上がりました。なんか途中で端末が熱くなっちゃって少しスマホを冷ましました。途中で切れてしまって、まあフライパンの上で撮影してるからそりゃ熱くなりますよね。そろそろ終わりたいと思います。ちょっといい感じになったかな。もうちょっとパリパリになんないかな。そんなもんかな。焦げちゃうのでそのぐらいにしておきます。こんな感じになりました。あとはどうなんだろう、これ逆さまに盛り付けたいんだけど難しいかな。むずい。ちょっと待って、むずいぞ。牛乳パックのやつでこうちょっと、ちょっと余計なことしちゃったかなって感がすごいです。よし、よし、どうかな。剥がしていきたいと思います。よいしょ。なんかお店の前には行きませんね。なんかもうちょっとお店のようにやりたかった。ああ、ちょっと待って。ああ、どうしようかな。もうちょっとこれ、お店のようになりたかったな。うまくいかないもんですね。よし。こんな感じです。ちょっと焦げた。相変わらず焦げますね。餃子、本日ではないけど、動画にしたの2回目ですけど難しいですね。よし、とりあえず一時停止。うまくいかないみたい、いかないですね、お店の人みたいに。なんかもうちょっと餃子屋さんの餃子みたいにパリッと、パリッとはなってると思うんだけど、なんかこんな雑には、何が違うんだろうね。もうちょっと見た目よく作りたかった。よいしょ。こんな感じになりました。もうちょっと見た目よく作りたかったです。食べます、私のお昼。食べましょう。よいしょ。いただきます。なんかもうちょっと、こんな感じ。いただきます。ここか、まあまあまあ。いただきます。本日餃子2度目、本日じゃないな、なんだっけ、動画が2回目です。
急須が邪魔だね。とんかつだしとラー油たっぷりたっぷりだったんで、ちょっと、うん、幸せな辛さになっております。塩コショウ。やっぱ冷凍餃子美味しいね。まとめて、この前撮ったやつと今日撮ったやつまとめて動画に上げてみっかな。うん、一回です。ということで、まあ、動画一回ってことで。カリカリが美味しいんです。カリカリ。餃子はこれがたまらん。焦げた。まあ餃子はね、このぐらい焦げた方、まあ焦げすぎると苦いけど、まあだいたいこのぐらいの方が美味しかったり しません？まあ素人作ってるから、素人焼いてるから、このぐらいの焦げ許してありとしてありとみなしてまああのお店で出すんだったらね、この焦げ、こういう焦げはね、ちょっと申し上げないんじゃないかなと思ったりするの。うん、お店だ、お客さんに出すんだったらね。うん、私が個人で食べるから許して。まあ。香ばしくて美味しいです。
最後の1個。うん。作るのは時間かかるのにね、毎度思うけど、食べるのは一瞬ね。あ、暑い暑い。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。幸せだね。うん。餃子がめっちゃ美味しい。普通にね、餃子って包むより冷凍で買ってきた方が早いね。包んで作るのも好きなの、なんか。もう料理は作品って思うぐらい好きなんだけど、まあもうなんか今の時代はもう全部スーパーとかで食べれるようになって売ってるから、もうこっちの方が簡単だね。楽だし。うん。最近餃子は包みません。うん。材料買うのもお金かかるし、うん、素材とか、うん、冷凍買った方が、食費は安く済みます。また来たの？はいはい、お水飲む？お風呂行く？お風呂のお水飲みに行く？お風呂のお水飲みに行こうね。はい、チョロが。また、にゃんにゃん甘えに来たので、終わります。かまってやんねえと。うん。さすがに猫だって、いじける。ね、ちょろね、最近ね、もうね、また一緒にね、実家帰ろうね。なんだよ、ちょろぽん。さすがにいじけるので、終わります。バイね。おっと、こっち。